桑本光義です。今日も3時間の生放送がありましたね、まあ、多くのメッセージ、初めての方もいらっしゃったんですけどね、なるべく紹介するんですが、紹介しきれなかった方ごめんなさい。そうした中、じゃーん、ご覧ください。今日はね、1ヶ月に一度のお楽しみ、ワクワクグリーンライフランドサイエンス園芸センターの岡幸穂さんにスタジオにしていただきまして、いろんなことをね、グリーンなこと、園芸のことをご紹介いただくんですが、パンジービオラ、今ご覧になったでしょ、黒いやつもあったりして、で見たら黒いやつ割とねお求めやすい価格だったんで、じゃあうちでも育てますよ、でじゃあいくつか置いときましょうかってお母さんおっしゃったんですけど、他のがね案外いい値段なんですよ。大変恐縮どうしようかと思って、後からお礼も申し上げますけど、この際はですね、うちに帰ってこれを植えてちゃんと育てて、それをお母さんに報告するとそしてあ、素敵素敵、うまく育てましたねお褒めいただいたら、まあ合格かなと、来年の春まで育てていきたいなと思っています。ということでこんな番組です、お聞きでない方、できればラジコのタイムフリー1週間以内ですと好きな時に聞けますんで、また聞いてみてやってください。ではまた。